山形有朋と日本の近代化。イントロダクション。明治時代の日本は、西洋の近代文明を取り込み、急速に近代化を進めていった時代であり、その中心人物の一人が山形有朋でした。政治家であり陸軍軍人でもあった彼は、日本の近代化に大いなる貢献をしました。ずんだもんと四国メタンの対話形式で、山形有朋の生涯とその功績を詳しく探っていきましょう。彼がどのようにして日本の近代化を推進し、我々の現代にどのように影響を与えているのか、を理解するための旅に出ましょう。山形有朋の生涯。山形有朋って何者だったのだ？山形有朋は、幕末から明治時代にかけて活躍した日本の陸軍軍人で、日本陸軍の創設者の一人で、日本初の陸軍大臣でもあったの。それから、内閣制度の創設を進めて、日本の政治制度の近代化に大きな役割を果たしたの。これらの功績によって、山形有朋は日本の近代化に多大な影響を与えたのよ。山形有朋の業績。山形有朋の業績って何なのだ？一言で言うと、山形有朋は日本の近代化に多大な貢献をしたの。彼は平成改革を進めて、日本陸軍の近代化に大いに努めたの。彼の努力は、日清戦争や日露戦争の勝利に大きく寄与したの。それから、彼は教育制度の整備にも力を入れて、学制の制定を行って、全国の子どもたちに義務教育を受けさせる基盤を作ったの。このような一連の業績は、日本が近代国家として発展するための大切な要素だったのよ。山形有朋と近代日本。山形有朋はどうやって日本の近代化に貢献したのだ？山形有朋は、日本の近代化を進めるために、政治、教育、軍事の各方面で大きな役割を果たしたの。政治面では、内閣制度の創設を進めて、政府の効率化と民主化に寄与したの。教育面では、全国の子どもたちに義務教育を受けさせる学制の制定を進めたの。軍事面では、平成改革を行って、日本陸軍の近代化を実現したの。これらの業績によって、山形有朋は日本の近代化に大いに貢献したと言えるわね。まとめ。山形有朋は、日本の近代化における重要な人物であり、その業績は今日の日本にも大きな影響を与えています。彼の人生と業績を通じて、日本の近代化の歩みを理解することは、我々が現代の日本を理解するためにも重要であると言えるでしょう。この機会に、我々自身が生きるこの時代の根底に流れる歴史の一端を感じ取り、その上で現在を生きていくことの意義を、再認識してみてはいかがでしょうか。山形有朋の生涯と業績を学ぶことで、日本の歴史を深く理解し、我々の現在の生活にどのように影響を与えているか、を認識することができます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。